どうもミルクボーイです。お願いしますあーす。ありがとうございますね。今、爪楊枝を刺したナスに乗って帰ってきた、ビバンみたいなご先祖様をいただきましたけどもね。<laughs> もう言うてるやんありがとうございます。もう、こんなんなんばってもいいですから、ね。待ちきれずもう言うてるやんか。つかみで。<laughs> えー、こちら生産者ネーム、イチゴにはうっすら毛が生えているさんからいただきました。ありがとうございます。もう言うてるやんか。あれをもうビバンと取るというね。急に<ー>うてるやあのー、あれね。 ビーバンみたいなの,のごんべきが草原から見てるとこのことね。<laughs> 映し合ってるかもしれんからな、風を。<laughs> そうそうそう、あ,あの最初ね、初バーってこう。うん。最初って言うと、最初はさ最初というか、うん、どこかったから、なんかどういう、一話、ね、目最後か。一話目最後か。あ、一話目最後か。ビーバンはね。なんかその、ドラマとしては、そのすごい世界観すぎて、俺はそれめっちゃ印象に残ってその、日本のドラマでさ、あんななんか、バーンって、 壮大なシーンやなって、だから最初と思ってたけど、最初じゃないんや。最初はもう砂漠をこう一人で歩いてるとか<ー>うん。あの主人公が。そうそう,そうそうそう。ああ、そうか、そういうのですか。<laughs> 主人公って、その名前はもう忘れた。名前は忘れた、あの、野木ね。野木。ああ、野木。うん。野木ですよ。うん。そう,そうか、そうか。 だからあれ見ましたよ。地面師たちも。全部見ました。でもちょっとさ、この番組でさ、おもろいおもろいって言ってたらさ、まあ言うたら、和ずの回筆頭にさ、マダムたちがさ、見るやんか、にしてはちょっとエロいシーンが多すぎない。俺ちょっと懸念してますよ、これ。もしさ、ご夫婦で見たりとかしたらさ、ちょっと気まずいよ、あれ。最初出るからな、この R なんとかみたいな指定が一応さ。うん、そうやけどさ、なんかこう、またちょっと関係ないとこでさ、 エロいシーンがさ、ありすぎてさ。ご夫婦で見てたらその、これもご夫婦で聞いてるやろから、そうなったらもう、あの、ギンギンとかもずっと聞いてるから関係ないと思う。<laughs> 今更その,の、いや,いやいやいや、地面師たちの濡れ場では。いや、あれちょっと、これ言うとかなあかんでゃなかッピングギンギンとかで、<laughs> そう、全然その、<laughs> そう、聞いてるから、この人らはこういう面もあるんやなっていう。いーボンカの聞いてなかったらちょっとあれやで。あ,<ー>あれ、ミルクボイってこんな言うんやっていう。 よその媒体で俺らが地面師たちおもろいって言ってて。うん、で、文化のこと知らんと言ってたらあれやけど、この人ら別にそんな言うてるもんなーっていう。<laughs> いね、なんか、ちんちんの顔伸ばして、どうのこうのとか言うてたもんなーっていう。<laughs> 全然前振りあるから大丈夫と思う。ちょっと気,気まずい気がするでや、ね。気まずい,いうかグロいのはグロかったな。そう俺はそっちの方が怖かった。<ー>グロっていう。ちょっと見るの怖いっていう。リアルすぎてしかもそれや。みつぶされるとことか。とか、うん。 なんか、そう、殺されるシーンとか、そういう、おーって、まあまあ、それは描写って書いてたから、もう全然それはいいねんけど、<ー>そっちは、そう、おーっていう感じだったな。 そっちはさ、なんか俺ゾンビとか見るからさ、別に大丈夫やけどさ、ちょっとエロすぎると、ちょっと気をつけてくださいね、あの皆さん、ほんまに。見ようと、ご夫婦で、ご夫婦で見ようと思ってる方は、エロい映画見に行って人気になってる人の話で、俺はええねんけど、気まずい人もおるなと思って、あれ見て。それぐらいのことありますよっていう、まあね。ちょっと気をつけてください。あのそれはもうストーリーの中でなんで、別にそういう、それがメインの映画じゃないので。 ドラマじゃないのでちょっと多すぎましたね、あれ。一箇 <laughs> <laughs> 所二箇、ね、所じゃないですね、あれ。どの口が言気、ね、をつけてください。<laughs> えー、続きまして、感覚つかみのコーナーです。こちら生産者ネーム、黄色ボーロさんから頂きましたあ。ありがとうございます。ね、今、図工で自分の顔を描いてもらったら、 花の穴をでかく描かれたあの感覚をいただきましたけどもね。ありがとうございます。もう、こんなん何ばってもいいですから。なちっちゃいこんな絵はそうやな誇張するよね描いてもらったら誰かななんか、誰かの顔描き合いましょうみたいな。なんかあんねん。前後でとかさ、隣の子とかでさ。うん。やったわほくろとかな。俺ほくろほくちょっと今、俺顔隠したけどさ、俺のほくろどっちにやるかわかるもうほんまにか。ほんまにわからん。 分からんのうん。いや、まずそれぐらいしか見ない。だから真ん中ではないっていつも言うてるから。右か左か。顔を向かって。ああ。俺の右側か左側か。どっかヒントないかな。写真見よかってないから。ほんまに分からんのはこうやって見たら。ほんまに分からんことないやろ。想像せよ。いや、もう見すぎて分からん。いや、だからほんまに、今、今見たやん。今だからどっちやったっけっていえやん。今見たら目の下にもほくろあるやんってのがもう見えて。あ、ここね。うん。右か左、分からん二分の一。 うーん、右。ええー、わからんないやいや、それ思い出したらわかるでしょう。こんなにわからんか。まあでも二択やからな、どっちか言うしかないねけどな<う><右>俺の右側か、左側か。ああそ,そっち、自分で見て、左。俺から見て、右。こっちってことそうそうそう。目の下の袋もそっち、左側に集中してる<ー>ほく袋系は全部そっちに収納してるんかなって感じ。い <laughs> きますよ。うん。 めくりますね。はい。右やん嘘やろええ。ほんまかマジでショックやわ。マジでわからん。嘘やろほんまに。嘘やんああ、どうそんなにぐらい見てない。片寄らん。こっちに全部、全部、全部片寄らんやろ。まとめてるんかな右、右、右。ああ、わからんてかまあ、真ん中やもんな、ほぼ。 いやいや、こっちからしたらさ。このくぼみの中ではないのよ、いや、そうや、そうけど、こっちからしたらもう、その、ほぼ真ん中やねもっと右やったら。いや、真ん中は嫌やわ。右やわ、俺。だって、濱家さんとか右やんってイメージあるよ。山内さんとか。いや、濱家さん左ちゃう左。左やん全然見てへんやん、人のほくろほくろ類は見るんやな、みんな。左でしょここ、こっちですね。山内さん右ですかいや、左、左。一緒。一緒のとこにあるって言って。内みの反対。 うん。はえー。えー。あ、そんなもんみんな、ホクロに対して。そう、ほんまに。左左ですよね。ああ。えぇー。ホクロ同士は見るのか。見る見る見る。いや、ほんまに。マジで、今また隠されてもわからんと思う。わかるやろ。そんなぐらいや。だから気に、気にせんで大丈夫やから。そんな気にしてないね。それぐらい、ほんまにそれぐらい。もう感覚、別に。マジか。うん。 ほくろがあるっていうだけしか覚えてない。ーでもこういうの書いた時、鼻でかく書かれてたんちゃう昔やったら。ていうか、俺その図工の時とかって、ちゃんと書きなさいって言われた時ですね、俺はドラゴンボールとか、その漫画書くの好きやったから、うん、あの鼻は、ひらがなの空みたいな感じで書きたかったけど、言ったらさ、うん、漫画の書き方。うん、でもなんかそれはあかんって言われたような気がする。その<ー>こんなんじゃないでしょ、鼻って。そうなったらもう穴を2個書くしかなくなってきて、<ー>広がってる。 もう全員正面から見た花を描くしかなんかなかったっていう。だ不本意やった俺、記憶あんねんな。えー、ちゃんともう、漫画チックに描きたい。よ、よく描きたいというかさ、絶対花の穴描いたら変になるやんって。ははうん、えー、そのだから、そのイメージ。うん。ちょ、クイズ出してよ自分の顔隠して、どっちが、どこの自分の顔にどこにほくろあるかも。<laughs> あんもう覚えてないなえー、なんかどっちでしょうみたいな。どっちにこれあるでしょうみたいな。 うーんクイズ出しよう人体クイズちょっとまた思いついたら出すわ <laughs> 自分のほくろもまあ把握してないなええー、ほくろそんな自信ほくろに対してちょっと薄いねん植えておいてないねほくろにえー、<laughs> いやちょっとねまあこの感覚はあったと思いますよ <laughs> はい、はい、小さい時はねえー、ということで今日も始めましょうミルクボーイの煩悩の塊のたたこの番組は WeDriveDreams 大和物流がお送りします こんばんばはミルクボーイのうつみです,うですさあ始まりました「ミルクボーイの煩悩の塊」3の1 4ですおのおの108を2回足してくださいお願いします、はい、月曜からね、えー、今木曜日収録ということで<う>そんなに時間が経ってないんですけども、うん、なんか今日放送かのように喋ってしまうねなんかね<ー>いつもこの後に夜中放送やからさあ明日はね,日はね木曜日にこうやって収録してたけどそう近々でいうとあのー、明日金曜日がね、うん も放送の頃には終わってるんやけど台風が東京のね方面に行くということで新幹線が止まるということでねこういうのやったね <laughs> そうそうそうで「あのデルマパンゲ」の単独ライブのゲストに呼んでもらったけどもう延期無理になったというん、になりましてね行ったらちょっと帰ってこれないということででか,なか他のイベントもなんかいろいろあれやったねあのー、お笑い以外も なんか、ダパンプさんのライブもなんか延期みたいな。えー、もう多分その日に当ててるやつ。はい、江頭さんのライブも延期みたいな。ええ。ヘストか。いろんなイベントが多分重なってたけど。まあ、おー、ボーンやったから。無理なんな。いっぱいあったやろねうん。うわ大変やな、ほんまに。なんか昨日、ちょうどスパンの誠さんに会って話したら、あの、前、うつみが、もっちに財布あげるみたいな、うん、いう話をして、うん。たの、の、修理、するかどうかみたいな。今使ってる財布を、 変える時はもっちに財布譲る権利を今もう儲けてるみたいな話をした、はい。ちょっとあのボッテガのね、はいはい、あれがペロンってなってるから。縫い目というか、持ってがのその生地の部分が剥がれてるところ直してからあげるのか、うん、直さずにこのうつみの味としてあげるのかを、うん、なんか前ちょっとラジオで話したっていうのをマコさん聞いてくれてて、うん、で、もっちと新っしくて。うん、えおマコさんがその後。で、あれなんか話してたなみたいなあ、そうなんですよ。うん いわく完全に修理してから欲しいですそうだろうなうつみさんのとかいらんので完全に修理してから欲しいですもうそうやと思う俺もそうやもんあと濡れパーマは絶対やめませんって言ってたらしいもっちは濡れパーマとかじゃないっていう話をしたのにいやもう濡れパーマはやめませんってうわー最近やってないからな宣言をしてたらしい奥さんにええって言われたんちゃうもっちは奥さんのこと一番に聞くからさ可愛いいとかさええやんええやんって言われたんちゃう だ坊主にすること嫌がってたらしいもん。だって家族は。ああ、まあ怖いし、うん。怖い。まあそりゃそうやんな。なんな普通に遊びに行って、うん、父親でかくて坊主で、<laughs> 別に伸ばせんのに坊主ってちょっと怖すぎるもんな。嫌、うん、<laughs> らしいわな。あ<ー>、まあ、まあまあそれは。何を言おうと、塗りパーマはやめへん。<laughs> ええー、もう今ので多分仕事も、 ま、あ順調に来てるし、別に何が悪いんですかっていう。昔の餅じゃないよ、もう。その、ミルクボーイさんあ、反乱ミルクさんが何か言うんやったらこうしますとかの、あの時の餅じゃなくなっマジかいもう僕、ならでもやってますやんか。え濡れパーまでここまで来ましたやんっていう。何やったら。濡れパーまで。悪いですやん、これ切ったらっていう感じかもしれん。もしかし今ええねえ、みたいな調子が。なんで調子ええ時に、足引っ張るような。ビビってるんですかっていう。僕にビビってますかっていうぐらいの。あれうそうそう 関西、奈良からどんどん侵食していく。もうミルクさんビビってるかのような。そんな感じで言ってたんや。やめませんっていう。ちょっと会いたいね一回。どう言っても無理かもしれいああそっか。まあでも俺はその財布は直したいはやったで。ああうん。味とかじゃなくてそれは直してほしい。それもそばいいんじゃ両者一致してる。うん。やっぱその、嫌やろ、そのらってさ。結構そのビリビリになってたら。あー。味やろって言われても。 直してくれよっていう。なるほどな。うん、まあそこよかったら、ね、ガッチしてな、うん、<laughs> まあだから直したら、そうやな、俺ももう生えたいねんな、ほんま正直。ああ<ー>。台風。うん。なんかああいう、日とか。 そんなでも気にせんやろ別に。何、な何かの日に書いた方がい。あ、気にせんやろ。うそやろ。いつの日の夜でもやろう。何でも、なんか多すぎる。ただの日の夜でもやろああいうの多すぎる。一年に何回もありすぎ。まあ言いすぎやなっていうか、昔もちょっと少なかった気がしたけど、これもそうかもしれんっていう。虎の日と一流万倍日みたいな。はいはいはい。会いすぎ。なんか、重なるみたいな。そうね。会いすぎや。もうちょい少なかった。そう、4年に1回とかほんまそれぐらいのやったら、 信じるというか。やりがいあるけど。うん。そのなんか一年に何回かある日の、一日言わりで。そんな言うてなかったうん。別にほんま、空いてる日に買う。空いてる日のうん。もう別に合間とかで別に買って。まあな。まあ、まあ終わりがええな、さすがに。そう、途中で財布をこのどっかで入れ替えたくないな。まあまあな。うん。それもあるもんね。それはあるわ。そうそう、それは言うてた。ちょっと小さいのにしたいねんな、俺も。おー。あの、長財布、 がいいってのももう信じひんことにして。お札おらへん方がいいっていう。関係ないやんて。僕も関係ないことに気づいた。別にお金入ってきてるやんて。うん。それはまあな、自分の持ちよやからな、昨日ほんまに。うん、そうそうそう。なんか切り替える時のやつだっただけで、うん、ちゃんとしようみたいなさ。まあな、カバンもちっちゃいし、ちっちゃい方がええもんね。パンパンやね。カバンに対して財布が今パンパンやから、変えようかなっていう。おー。 あげる日も近い。もち似合わんと思うけどな、あれ。いや、でも濡れパンでさ、持っちょうど、ちょうど、あんた似合うで。そういう人が持ってそうな。いや、あいつだってポケットに、後ろに入れるで、財布。ポケットの後ろじゃない横に、ポケットに入れるで。で、靴も34センチぐらいのな、アウトレットで売ってるナイキの、うん。見たことないサイズのやつやからな。そう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 。まあでもまあまあ、らしいで。ああ、そう。ああ、あいうこと聞いたわ。そう。で、メールがね、結構あの、来てて、うん。 鉄板ネタライブ。あれの。鉄板ネタライブが出る、ね。あれ火曜,日火曜日か。だかボンカタ、この間やった次の日。を結構来てくれたという、うん。あ、めっちゃ来てくれたよ。で、帰りめっちゃ待ってくれてなかった帰りそう。俺もタクシーからこう出た時にめっちゃ待ってくれて。うん、で、これをそういう風に見てたんやっていうのが俺はちょっとメールでなんか嬉しかったんですけど。うん、あのー。 白方社のラグラグさんとかね。はいはい。えー、ラグ鉄板ネタをめでる会行かせていただきましたと。はい、えー。懐かしいネタもあり、楽しい時間でした。で、ミルクボーイの2019コーンフレーク、引き込まれ画面に釘付けになり、これはもしかしたらとドキドキしながら発表を見て、家族全員がおおと歓声を上げたことと、その日の私自身を思い出しました<ー>あの日がなければ私はなかったと思うと。 感慨深く、改めてお二人に感謝ですという。<laughs> いや、なんか X でも言うてくれた。これすごいね、そういうことなんやと。そう、なんか、せやねだから別に、ネタ一緒やんとか、あの時のネタそのままやんとかじゃなくて、そ,うそ,うその時の自分を思い出しに来てるっていう。その時はもちろん、和ずの会なんかなかったし、こんな皆さんと繋がることも思ってなかったっていう。うん。ま五十59歳さんも、えー、 テッパネタの、えー、ライブの後に、うん、私のミルクボーイストーリーはここから始まったので笑いながら泣きそうになりましたと、ね、おそれはそんなふうな,な,な重ねてんねやな味方ない若返ってんじゃん自分がだから5歳ぐらいさそうや、ね、2019年の自分になってんじゃん見ながらうん<ー><ー>そうやねでえー、他もねこちらは幸子47歳さん、うん、かっこ50 <laughs> <laughs> だこれは <laughs> あのー、書いてくれてるんですけど和子の会に入会した時の年齢でた、ね、いいんじゃないかと駒場、はい、さんが言ったので年取らないそうそうそこはもう47歳<ー>で過去50はちゃんと実年齢を書いてるっていうらしいんですけどえこれも鉄板ネタのライブで姉の良子50歳過去52歳と言ってきました <laughs>、えー、めちゃくちゃなってる <laughs> <laughs>、うん、そうですねで来てくれたという一緒に、うん お姉さんと。で、この方は、えー、質問があって、うん、えー、最後サインボールを投げる時に、<う>えー、赤バンダナを振ってお二人の血を引こうと必死でしたという。姉は恥ずかしがってバンダナを膝の上に置くことが精一杯だったようです。うん、投げるタイミングで内見さんと目が合いましたと言ってます。うんうん、私の方に黄色いサインボールが飛んできて、<う>えー、手に当たり、弾かれ、コロコロと前の方の席になりふり構わずハイつクワってボールを取りに行きましたという。<laughs> <laughs> で、席へ戻ると姉が、うつみさん一瞬あんた見て微笑んだ。絶対、カズコやと認識してあんたに投げてくれたと申し上げました。カズコって。これはうぬぼれですかって。ああ、でもそうそうそう、そうやで。こういう写真も添付してね、くれて。ああ、俺のね。あれなんか自分のサインボールをこう投げるみたいな、まあ、みたいなったやんか、結局。うん。最後にあって。んで、前に、前ら辺、3列目ぐらいかな、リエさんとさ、が、 何人か絵描いてくれてて。うん。何人かいてはって。はい。で、そこになんか投げんのも、まあまあ、すまんみたいな。いや、わかるわかるこのリエさんすまんみたいな。これはちょっとこう、ランダムにしたい。できれすすぎるっていう。うん。それちょっとこの、そうやねん。持ってきな、ごめんな、でもそれはリエさんのじゃあ可能性をゼロにしてるやん、それはってなってまんねん、逆にな。そこに投げへんってことは。わかるわかる。うん。だからほんま、あれは自分の投げへん方がえねん、ほんまはね。誰かが投げてくれた方がえねんけど、 でもそこは俺、その、リエさんに向かって投げたら、ちょっとこの、全員来てくれてるお客さんに対してのこのし、いやこれはやらしいよこの確率がおかしなると、ということで、リエさん。あたたちも好きでやっといてくださいよってなるからな。<laughs> あんたらじゃあ自分まで人呼んでボール投げていてくださいよっていう、そうやねん。ことになるから。<laughs> う,ね、うん。で、ここは、ま、いつも分か,分かってくれるだろう,う。分かってくれるだろう。だから目合わせへんかったよ。目合わせてんのにさそこ投げへんかたよ。目んんっおかん来てんのに無視してみた感じやろ。だかおかん来てんのに。<laughs> <laughs> おかえまえねえっていう、うん。そうそうそう,そう。そこはまさに。あ、それあったその気持ち。いや、俺あったよ。俺、その、何ブロックかにこのバンドの振ってくれてる人がいて。おった。で、リエさんは、ブロックで固まってて、で、後ろの方にも、うん、多分後ろの方にいたのがこの幸子さん。そうそうそう。真ん中ぐらいね。だと思うんやけど。ああで、それだそこ、そこに投げるのは絶対ちゃうなと思って。で、そう思ったらいろいろなんか緊張してきて、その、どこに投げるかっていうのを。うん 俺めちゃくちゃ真上に投げて。真上になってたら。舞台上に押してきたのあれ全然、幕の間に、照明の、照明の、んな入りそうになって。真上に。最後まで投げれへんかったってこと投げるか迷いながら。もう一でしってので、手がねちゃねちゃになってきて、どこに飛ばしたらええねんって分からなくなってきて、もうええもう俺の、俺の今、意思じゃないっていう、俺の意思じゃないとこに。 そっちの方、バンダナの方に行っても、バンダナじゃない方に行っても、これはもう俺の意思じゃないです。手に感覚を。カズコの皆さん分かりますよね、っていう。そうそうそう。もう、手を振るだけ。うん、手が体から繋がってるだけ、もう、ピッチングマシンのように投げようと思ったら、うん、真上に飛んでた。<laughs> <laughs> あんな恥ずかしくてなかったわ。あ、すいません、つって,って。で、誰もそれ別に、あ、このまま真上に投げてるやんとか、うん、なんかみんな前に投げてるから、うん、なんか石山、バンビの石山がなんか、めっちゃ遠くに投げたとかで盛り上がったから、俺が上に投げたことなんもな,な,ってなくて、俺すぐ拾って、前の方に。<laughs> <laughs> あれ、ほんまに、初めてあんなミス、ボール投げで。なんか何回か万撃とか5アップでもボール投げみたいなエンディングがあったけど、まあまあまあ、その時は別にバンダナもないしさ、家族の会の皆さんもいてないからも、うどこでもまあまあええわと思って、投げてるけど、なんかバンダナがこう、何箇所か見えて、おかんのブロックが何個かあるみたいな感じがして、めっちゃ緊張しちゃって、ベタベタなって。叫んのもあれやしな。全然ちゃうとこ投げてもなんか、思春期みたいな感じするやん。そうそうそう。だから俺はあんまり見ない、見たことないその方。 ああ、サチコさん。サチコさん。うん、その、サチコさん、そ、うん、そんな、ずっと、もしかしたら、わからん、今まで来てくれて、バンダナフルンが初めてやったんかもしれんけど、バンダナフリとしては、あの、初めて、まあまあ見た感じがしたから、俺、だからめちゃくちゃコントロール良かったんよ。ほんまに。ああ、そこに狙ってにその人に狙って行ったら、ほぼその人の手のとこ行ったんやけど、まあ、取るのがミスって、はいはいあなそれ見てたよ。前にポーンって行ってて、で、前の席の、この下とかに行ってたんけど、 で、ま、もうええか、みたいな、一瞬諦めはって二人で来てはったけど。けど、いや、行きや、行きや、みたいな、この。あ、じゃあ、お姉さんね。お姉さん、当たってない、だから、ゲットしてない方の方が、行き行き行き行ったら、もうなんかこう、意を消して、ガガガガってこう、突き進んで、はい、つくってもうこれはまさに、取ってはった。言うてはる通りってことか。うん。狙ってる通り。そうそう。そうで、ボール持って見て喜んでくれてた。あだから、誰のほうがわからへんや、飛んできても、まあ言うても。 まあまあまあ、なんか自分の持ちましょうとか言ってたけど、聞いてなかったらからんもんね。そうそうそう。ああ、そうか、俺は。ちょっと、ちょっと、そうやねん。まあ今回それを、サービスをしてしまった。やらしてもらったうん。それは。申し訳ない。変異株やったから。変異株とかわからんけどな、この人らが。別にサイレント初期株、サイレント初期株かもしれから。変異株かどうかわからん。別に何も、悪さしない初期株かもしれ最初の症状なかった。そうそうそう。 そうやね。そうやね。俺はそれ難しかったなぁ。<う>俺もうほんまに。これはもうキリないからね。変な上に。だから、これからそういう機会があっても、その別に、わざとその、来んなやっていうので別に変なとこにボール投げてるとかじゃないっていう。<laughs> いろいろ考えた挙句、あげく、そうやね。まあ上に投げてもってるって。<laughs> 誰が飛んでん日本すぎるやろ。<laughs> ほんまに体育館の上にバレーボール挟まるぐらいの感じで照明の間に一回入って。ありえたであれ。 なんか別、誰もフューチャーしてないからそのままほっとこうかと思ったからうの<ー>別に。前、はと思って。ま、次の日のライブで急に、落ちてくるみたいな。めちゃくちゃ恥ずかしかった。る真上に飛んでいって。<laughs> 真上にめっちゃ飛んだわ。<ー>逆に。あんな飛ばせへんのに俺。だそれは恥ずかしかったから、ちょっと上に飛んだっていう。 ことがあったんですよなるほどね。あ、でも送ってきてくれてありがとうございます。解決しまくだからそう、れこそ、リエさんもね、うん、えー、コーンフレークは2019に別々の場所で衝撃を受けた家族の会の方々と同じ空間で一緒に見て笑ってるということに考えがある係を持った。これはそういうことやなと。そういう見方か。 まあその前は劇場でようやってたけど、その時は来てないわけど、ね、もちろんね。そう知らんかったでしょ。は、うんね、あ、そういう見方ねっていう。はあ<ー>。あそれやったらその、この鉄板ネタのライブの第1回目でモナカやったのはちょっとちゃうかったなと思う。<laughs> いやいや、モナカもやってたかな、M1 <laughs> で。でも変えたりしたもうなんや、モナカ。めちゃくちゃ変えたやんやさ。うん。この鉄板ネタのライブで。いや、よかったでよ、変えて。変えてっていうか、その面白くしたんやんか、あれ。いや、面白くしたつもりやったけど、あ、その衝撃受けたかったんやってその、その別の衝撃受けたかったんやなっていう。うん、まあ、てか<じ>その、 変わってるかどうかに目がいってまうからな。うん。こんなんあったっけっていう方に行ってまうからな。そうそうそう。うん、これ、自分がテレビで聞いてなかったかもしれんとか、変なイメージ植え付けてしまう、うん。いやいや、だからこのライブは、だから、まあまあまあな、それでお客さんがそれを見たいんやったらっていう。そう。うん。こっちとしてはね、なんか、なんかちょっと変な気持ちですけども。そうね。そのままやるっていうのが。まあ、それでいいんやったら、まあまあ、楽、うん、楽勝やっていう感じだね。<laughs> それでいそういう思いになってくれるんやったほんで別滑ったとかも言われへんやん、それで。あ、ちょっとちゃうかったってだけやんか。あ、見れた、よかったって。そうそうそう。思ってくれんやったら楽勝やって感じですね。嫌な出方してるな。それでいいなら。いや、でも、なんか、笑い道さんとか変えてはったのすごかったね。ちょっと鳥人やけど、ちょっと変えて。最初ね。あボケ変えてないけど。そうそうそう。下りちょっと変えて。間のね。それはそれですごい、あれでしたね。そうやね。だからこの、 メールがね、なんつうか、そう、鉄板ネタのやつをつけて,て、うん、そういうふうに思ってたんやっていう、衝撃を受けたという。うん、で、えー、これがね、もう一個、まあ、これは別なんですけど、さ、ま、よ、あ、ちゃんもメールくれててね、さよ<う>ちゃんは、えー、何も見てないさよですっていうふうに。あ、そうやで、ほんまに。<laughs> 何も見てない。<laughs> どこ見る一環見たことない。そうね、えー、見る見る見 <laughs> った見れるっった <laughs> えー、何も見てない。 が、これを機に、え、ドコミルデビューしようと思いますっていう。うん、遅いよ、だいぶ。で、えー、漫才ブーム、香川は行ったし、気持ちは沖縄行った。うん、青森は飛行機も予約した、ホテルも予約バッチリ三重もチケットが取れれば日帰りで行くという。あ、まだ発売してないからやっぱ生でこう、さやちゃん楽しんでくれる。うん、あと、ミルクボーイさんに不祥事があった時は、復帰するまで何とか繋いでおきますので。<laughs> <laughs> 確かにインフォが止まったらな、なんか変な感じもね。いや、し、ちょっとインフォの方にも炎上するみたいなね。ああ、こんなやつを応援しとったんか、みたいな。あるな、やんか。インフォに炎上するやつ。かわいそうやな、インフォ。で、インフォには言わないでください。うん。あの人は、やってくれてるんです普通の人ですっていう。ん。というのもあったり。うん。あと、これはね、結構、あの、衝撃なんですけど、生産者にもココアンドナナさんね。はい。いつもの、えもう、 今年で78になります。さんははい、最初からずっと聞いてくれて、差し入れもくれて、ねうんえー。いつも楽しく聞かせてもらっています。ありがとうございます。漫才ブーム10年間ツアー、沖縄が無事に終わって良かったです。うん、これからもあちこち行かれて楽しみですね。頑張ってください。ありがとうございます、えー。前から疑問に思っていたことですが、うん、メールを紹介されるときに、他の番組ではラジオネーム○○さんと言われますが、えー、ボンカタでは生産者○○さんと言われますが、なぜかなと思っています。<laughs> あれ <laughs> これ衝撃です。これちょっと。ド・ナナさん。はい。これは、ちょっと衝撃でした。<laughs> あれなぜかなと思っていますっていう。ああ、意味が何故かなと思っていますって書いてる。ええそうなんですよ。そうやか。ここド・ナナさん。そうね。その回を何回か聞いてなかったのか。<笑><笑>まあまあ、そうやな。最初の方に決めてたから、もしかしたら、ボン方、これ、4年前ですか。うん、始まった時に、どうするみたいな、決めた時に、 聞いてなかっためっちゃめっちゃ大事な人置いていってもってそうやね乗ってると思ってもう何回もテンコ取って全部の箇所でテン取ってたけど一人部屋持ってると思ったここはさん船に乗ってなかったんやそうそうそう港やってもら港というか泳いで普通に自分でひっついてきてたかもしれんカヌみたいなでだって他の聞いてくれてるから完全に客船完全乗ってると思ったら予約しなかったんか部屋そうそうもう ココンドさんはなぜかなと思っていますっていう。あららららら。よくぞ聞いてくれましたね、今。うまいね。恥ずかしかったやろな、ずっと。これなんなんやろな、私はっていうのがさ。<laughs> でもまあ、手がかり、まあ、一個しかないけどね。それこそな、その、ネタの中で言ってるっていうことなんですけどね。コーンフレークのネタの中で、うん、生産者さんの顔が浮かばへんっていうので、<laughs> まあ、生産者さんっていうのが出てきて、だから、煩悩の塊も結局そうですよ。ひしたらそれももしかしたら、ココンドさんはなんで、<laughs> そんな悪い人たちなのかなみたいな、煩悩の、ばっかりの人たちなのかなっていうふうに思われてるけどさ。俺 <laughs> もコーンフレークのネタにね。そう。朝から楽して腹を満たしたいという煩悩の塊っていうのがあったから、煩悩の塊になってます。うん,すね、うんはい、はい、で生産者さんも生産者との顔が浮かばへんっていうくだりがあったんで、うん。全てはコーンフレークのネタの,の。で、最初なんか私たちが毎回もらってるものはあれ、つかみと言いまして、 漫才の最初にもらってません。つかみを、このラジオでもやるというノリにさせていただいてます。ともらってないです。うん、嘘です。嘘で言ってます。はい。そうやね。それは、だから、もしかしたら、なんやろな、プロテインラジオとかからここの奈々さん聞いてくれてた、ボンカタの前から、ような気もするんやけどな。だから、返歴も見て、 来て聞いてくれてたと思ったんやけど。そうね。で、だから、イスナーさんの名前を何にするかってなった時に、まあ、いろいろ作ってくれる、うん、ネタをこう送ってくれるから、生産者さんで。ちょうどね、いいやんい。ちょうどいいんじゃないみたいなんで、結構早めに決まりました、ね、結構早めです。うん<ー>。1> 1まあ、でも、ね、でもそれで言うと、あのー、見るかよの方なんですけど、うん。コーナーで、ニュースどうなってんねん、それはってあるじゃないですか。うん。あれ、最近僕気づいたのよ。うあのー、ネタで、 どうなってんねん、それはっていう。あそこからやねあれね。ああ、そうよ。あれ知らんかったねん。えうん。あれ意味、あれ意味わかってなかった。な、どういうことなんか、なんかその、俺がちょっと怒ってるじゃないけど、どういうことやねんっていう。どうなってんねん、それは。もう絶対その漫才から来てるけどな。あれは俺も気づいけど。自分でもわからんぐらいやったら、それは生産者って言われてももう絶対わからんな。どうなってんねん、それは。それは、うーん、どうなってんねん、それは。そうやろ、だから自分で言いすぎて、 <laughs> こっちからしたらもう、え、それはそれしかないやんっていう思いは、ほくろと一緒よ、ほんまに。<laughs> いや、それは漫才のその、どうなってんねそれは、から撮ってるしかない、それ以外ないやろうっていう。あああいまあ、そっちからしたら、ほくろは俺の右側やろうっていうのは、もう、そう、ないこととしてるから、<laughs> そういう急に言われてもっていう感じ。ああ、そう。うん、その、ほくろと一緒とあ、一緒か。 それわかるやんって。今のまさに思ったわ。え、それわかるやんって。いや、これがわからん、わからんかったよな。そのなんか、自然すぎて。普通の言葉すぎて。ニュースどうなってんねそれは。うん、そんな粒立ててるな。そのボンの塊ぐらいさ。まあ、キラフレーズというか、ボンって浮き立ってる言葉じゃないからな。そうそう。まあ、俺は動くようなコーナーとかね。ああいうのはわかるけど、そのどうなってんねそれは。って、そんな別に俺。ああ、マジで。気合入れて入れてないし。あほくろと一緒ほくろと一緒。ほんまに。え。すべてはその、人にとってはほくろ。 そんなもんああ俺のホクロうんどうでも気にしてない悪い意味じゃなくてどうでもいいというかそんなもう思い出せもさなるほどね全ては人体クイズ思いついたそろそろ思いついたそれもほくろ俺にとってはもうそんな夢ですあまだいやそうやねだから心永さん申し訳なかったなと思って前ねちょっと今からでも乗ってください和子の会というのはそのラジオを聞いてくれているリスナーの人が結成してくれた和子さんを中心とした会ですからね心永さん それも分からんかったらもう、心のならさ、ずっと分からんまま1時間ずっと夜聞いてはったかもしれんから。<laughs> うんうん、でも正直多分コーナーとかはさ、何回か飛ばした人はさ。そ,そう、ん。うん。うん、そこはまあしゃあない。まあしゃあないっていうかまあ、うん。まあまあわ、なんとなくで。楽しんでもらえたら。全部知ってる人は逆におらんのかもしれんね、逆に。まあまあな。うん。ずっと聞いてて。で、聞いてるうちに分かってくるから。うん。で、分かってきたと思ったら終わるから、もう。そんなもんですよ。<laughs> で、いいねんけど、生産者さんはず、ずっと言うので。前ね。これはちょっとな、あの、ごめんなさい。逆に、定期的に言ってからかな、その生産者というのはっていうのを。説明だけで終わるで。<laughs> そう、これちょっと正直やった。今回のメールで勇気出して言うてくれてよかったね。そう。なつ通か今までも来てたやんか。あんなさ、お中元みたいなとかさ、<laughs> それぞれ頑張ってくださいみたいな、その、いろいろお祝いとか送ってきてくれてるのに、うん、それを分からずに、 すごい人乗せてなかったわ。<laughs> よく動いてたで。なあ。よく動いてたこの船。そうですわ。うわー、でもみんな送ってくれて。そうです,そうですあと、告白歌合戦もね。はいはい。すごかったね。盛り上がって。それもね、それもリエミルクさん来てたっていう。おー、えリエさん来てたリエさんだから、ええー、13日、マジで鉄板ネタの会して、14日告白も来てた。えー、安野さんのね、歌合戦のやつ。すごいですよ。 えー、僕のトンボ長渕歌わせてもらって、うん、えー、そして何はパパの会の合唱も見て、うん、えー、清志師匠ばりに目を見開いて歌っているのが印象的でしたという。そう、あれはね、なんか合唱団の女の子たちが歌うような小学生合唱団みたいなのが歌うみたいな、うん、ハキハキした顔にしようっていう田崎さんの提案で、うん、僕も頑張って。全然開けなかったで、一人だけ。<laughs> 師匠針に目を見開いてって書いてたでこれ書いてるでリエさんみんなめっちゃ開いてたんやけど俺めっちゃ開けてたで全然開いてなかったでそう俺でもリエさんに伝わってるけどな清師匠針にその必死感はあれちゃうんまにああ最大限自分の最大限はそれはマックスや俺けど全く開いてないですえ内海さんはアンテナアルフィクリームパン2つ食べた成果が出てたんですそうね書いてくれてますよすごいね 話出たってのは何やったのそす本番前。歌う前に鼻血が出たって安友さんのめっちゃ騒いでた袖で。うつみくんが話出たらしいっていう。あ、そうなんそうそうそう。インカムでめっちゃ来てたからみんな。う,うつみさん鼻血出ましたっていう <laughs> あの。17時開演やのに16時55分もう過ぎてたな。いや全然過ぎてたで。オープニング終わって。58分とかになんかインカムで袖で。まあ、安友さん最初、モ利リーさん、DJ ケリーの。58分どころか。DJ ケリーが15分ぐらいやってはったやんあね。そうそうそう、オープニング書くと。 んで、終わって、オープニングで、安友さん出て。ほんならもうもっとか。んで、なんかこう、ファーストブロックは、みたいな時に、まぁちょっとこう、髭とかな。はいはい。あの、ちょっと前にメイクしてもうたから、取れてないか見に行こうってって、まぁちょっと鼻くそ気になったから、取ろうとしてたら、鼻血出てきて。で、やばいやばい、やばいやばいっていうか、まぁ詰めるやんか。ほんなら大丈夫ですかみたいな。まあまあなるほど。別にでもそんな俺、鼻血に。して取ったし。白川さんで3個目ある日やったから、ああ言ってもすぐ、 出番としては来るから。おうん。まあ、<は>まあ、言うてもでも鼻血やし。ああ、だからそのじゃあ本人のその温度差と温度差袖の物々しかった鼻血に止まるツボも知ってるし、<laughs> こっちは別に。<laughs> まあ、よは鼻血出てるものな、うんね、確かに。全然この辺、首のな、この辺のいや、言うけど、後ろなんか。ほんまや、俺もうツボの本買ってんねん、俺。さっき。<laughs> それいやそれがそのじゃあ順番遅らせますかみたいななんでよフィーのそのそれ今からいけるテロップみたいないけるかどうかとかいやいやいや勝手にそんな騒がれてたんやめっちゃ騒いだそれえ俺全然大丈夫です大丈夫ですって言ってたじゃんもさんもスタッフさんもこれなんかみんなインカムで「う都宮さん話せました」っていうそれそれんやねんそれで「話せました話せました」って「大丈夫ですか?」って「順番どうします?」みたいな 止まってます、今。それやったら俺がなんかちょっとやばいやばいって騒いでるみたいやん、それ。いや、それ、それぐらいやって、なんか。で、アルフィーのメンバーの日号とかも多分言ってかったから、<う>ちょっと僕見ていきます、みたいな。<laughs> 倒れたぐらい、倒れたぐらいの。いね、全然全然。 そうやねで、なんか詰めていけるみたいですってのもまたインカムで。うん。なんか詰めたらいけるみたいですええ <laughs>、その、その、<laughs> 俺が言ったことすぐすぐ飛ばしすぎやねん、<laughs> その。いや、でも多分。まとめてから行かしてくれよ。ほんまにあの、順番があったから多分その、うん、帰るなら帰るで全然大丈夫って感じ、その。まだまだ時間、全、直前やったら、危ないけどうん,うん。2、3分あれば、ツボ知ってるし。今 <laughs> こ,こも全然大丈夫。<laughs> そんな。鼻くそとだけやし。鼻くそとだけやし。みんなその興奮して、袖ではその、歌に気合入ってその鼻血が出たんかとか、そういう鼻くそとはなってなかったから。いや、それは。暑いし、なんか体調も大丈夫なんかなみたいな。いや、それやっぱりそのなんか、鼻血出ましたっていうのは、言うてんの聞こえたから、その後に鼻くそとは言われへんやね。そのすぐ鼻くそも連絡行くやろ、絶対。行く行く。鼻くそです木。行っで、あの近い距離で、肉声聞こえそうなぐらいのとこで、 嘘で話しました全員スタッフさん。いや、そうそうそう。ああ、そうなんや。全然大丈夫。鼻くそやったんか。うん。なんかめっちゃ騒いでたからさ、順番変えるかどでもやっぱあれ、すごいな、あんな人前で歌うっていうのは、やっぱり。うん。緊張するね。まあそうや。サングラスかけてるからなんとはいサングラスがだいぶでかいね。うん。サングラス。サングラスなかった無理やわ。無理無理無理。ほんでやっぱ、やっぱさ、盛り上げてくれるからさ、最初出た時はわーってあるやんか。だからほんまに1分2分持たすのが、無理やな、やっぱな。 この歌に、ねうん。で動きが無理やな。なんかその、硬い、どうしても硬い棒立ちになってしまう<ー>もっとなんか、楽しむっていうのはもう全然無理やな、ね、<laughs> アーティストの人は。沸かすっていう感じがね。無理無理無理。いやでも浜本さんとかすごいな、キレイキレイやな。浜本さんすごいよ。ダンス。うん。なんか、周平とかも、岸田やったりとか。あ <laughs>、うん、結構いつ、沖縄行ってたのにいつ練習してたのやろと思ったけどな。岸田の結構ワンナイトカーニバル結構練習。お揃えなさ、気持ち悪い、ね、あの、ダンスも。うんうん あみんなやってるや結構みんな朝からなんか楽屋とかでやったらしいよ。他のグループも。それでの盛り上がり、ですね。ほんまにみんな、そ、すごかったで、袖の伝達が。当然。鼻血出てどうしましょう。大丈夫、大丈夫、全然大丈夫。なるほどね。うん。ほな、よかった。スボ知ってんねやから、こっちは。鼻くそほじくんなよ本番前は、スボは、ってるとかじゃなくてえは、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 のは、は、は、まは、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  さて、ミルクボーイの煩悩の塊始まっております。はい、えー、ここからはコーナーのコーナーに行きたいと思います。えー、まず最初は、おとんを立てるうつみさんのおかんのコーナー。えー、大阪府の生産者ネーム、タックスさんですね。はい。お父さんが残した料理を食べてあげたらと聞かれて、人が残したやつ食べへんねんと答えたうつみさんのおかんは、はい。お父さんが見つけた四つ葉のクローバーをおかんに渡したときに、 私人が見つけた四つ葉のクローバーは三つ葉やと思ってんねんとお父さんは避けますか <laughs> <laughs> ええー、せっかくくれたのに思ってんねんってもうき <laughs> 嫌いに言ってるなんもこの幸せ呼び込まへんってことは四ツ葉やんっていう人のやつは嫌いやと思ってるのえ続、ー、次まして大きいおじいさんのコーナー <laughs> ええー、兵庫県生産者ェもムソーセージ職人さんですねはいええー、オリンピックの射撃競技に出場した大きいおじいさんは 前のめりになるだけで至近距離で的を狙うことができ、各国からそれせこいやろうと言われ中注目はありますかいい <laughs> <laughs> ね。ああ<ー>。描けるねと。届くもんな。ちょっと、かがんで。<laughs> いやいや、その、そんな、でかい世界行ったら小さいで、あの、大きいおじいさんも。<笑><笑>それせこいやろう。でもなんかあの、ボルダリングみたいなんもな、あったやん。なんか身長で。の一個目が届かへんみたいな。うん でもなんかあれも大きい人大きい人で難しいやつもあるらしいよ。<ー>足が折りたたまれへんから、この。ああ<ー>。登るときにな。はぁー。うん、ほな、基準はなんなんやろうねあれ、誰基準で作ってるんやろうな、あれって。もう標準として作ってるんかな大体の世界の平均値をとって。まあ、な,なああ、なるほどね。どっちもそうそうそう。だ、大きいおじさんとかフリーやねあれ、あれで言ったら。一 <laughs> 個目すぐ登れるけどな。一、うん、個目めちゃくちゃ高いとこ取れるけどな。少ない点はいけるけど。はいはいはい。うん 細かいの無理だ折りたたまれへん。き <laughs> まして、スマートなノリオ師匠のコーナー,、えー。愛知県生産者のプリスキンさんですね。はい。ノリオ師匠が弾くベートーベンのピアノ・ソナタは、鍵盤を見ずに完璧に演奏することから、ピアノ・ミタンナと称賛されますかミタンナ。 ピアノ見たんな。ピアノソナタ。ピアノ見たんな。ああ。あるんかなそういう曲がソナタね。うん。ピアノのソナタっていう題目というか。うん。ピアノ見たんな。まあ、おるやろしな、なんか見ずにこう、なんか。あ、見てないで、見てないでも。ってやる。みんなピアノ見たんないけどな、なんかその。あ、ほぼほぼほぼ見てないで。見ながらの人の方が珍しいよね、この、しっかり凝視してる。うん。プロというか、ほぼほぼ、見てない。感覚でも、まあって。 みんなピアノ見たんだんかもしれないそうなんだ。<laughs> 続きまして、かますゴードさんのコーナー。和歌山県生産者も蘇景村長さんですね。はい。えー、ボディービルダーレジェンドのゴードさんが主人公の4コマ漫画、かますぞゴードくんは、1コマ目でゴードくんが映画館に行くところが描かれ、2コマ目では売店で、プロテインバー1つくださいとかまし、3コマ目で、2時間見てるだけじゃもったいないから空気椅子で見ようかなとさらにかました後、 4コマ目で暗くなったことに驚き気絶し <laughs> 最初の上映マナーの映像で上映中の気絶はご遠慮くださいと言われますから <laughs> <laughs> いいね危ないからな<ー>上映中の気絶は<れ> <laughs> <laughs> バレてるやんって何気絶してんの何を思っててん映画館をでもちょっと最近あのかましがちょっと2個になってる気がする <laughs>、うん、かましもっと3はかましてほしいなあもっとそうやな だから、二コマ目とかでも二個ぐらいかまさなあかんのか、なんかうまいこと三つぐらいかましてる。だから基本かまして三欲しいかなっていう。でも一コマ目でも別にかませるよな。かませればいい。うん。うん、かませばいい。ルールはない。かませるならかませばいいんやけど。ルールないねん。だ、捨て駒になっちゃうからな、その、うん、最初説明、まあな、説明だけなっちゃうのは仕方ないねんけどな、ない一コマ目。映画館行くぞーとか、まあ。あ行くぞーでもう一個、隣に。まあもう一個かまして。行き出しゃって。うん。うん そうだね。そしたら3つかませる。かな。うん、そうだね。だからもう、もうちょいかまして欲しなってるっていうのはちょっとあります。書籍化に当たってちょっと厳しいこと言うやけど。<laughs> ああ。いや、もっとかませんじゃん。1、2、3コマ目全部かませんじゃん。あそうね。ねかましまくれんじゃん3かまして4つ目気絶、うん、っていう。2コマ目に2つかましてもいいしさ。1、1> <ー>2、2でいけんじゃん。5かましはいける最大。あ、まあ最大な。うん。そう、字だらけになるけど、その、コマが。<laughs> <ー> <laughs> そうね。うん。もうちょい、 1> 1個も目からかからましててもいいかもなっていうあ,あとその最後の裏切りもねそろそろ欲しいねああ気絶からの分からんないそれはそれは言わへんけど <laughs> 最後の最後の裏切りそのもうだいぶ振ってるから気絶せえへんっていうなんかそういうそっち系もねあ<ー>あ<ー>まあでも12話今13話やからまあそうやね25話い50話い1冊としたら25話ぐらいまでちょっと気絶せえ <laughs> いや、もう飽きてるって。<laughs> いや、でも、俺らは飽きてるけどさ、その、25話ぐらい、初めて勝った人からしたら、25話ぐらいまで気絶見たないえ<ー> <laughs> で、そんなに残り25話を、こう、どう、するか。<ー>ちょっと厳しいこと言うやけどな、その、書籍化に当たってやけど。<ー>な、でも、それはもう、でも、おのおの、あれやねんけどな。でも、まあ、1個目めのカマシは欲しいな。説明だけじゃなく。うん、っていうのは、あの、ちょっと、思ったかな。えぇ、ー、これもね、はいつみのるさんが、 また、ひごばさみさん原作の12話が出来上がりましたっていう。おえ<い>、俳句大会。これでもいい。でも、だから1コマ目で今回のやつまた X で見てもらったら分かると思うんですけど、もう1コマ目で多分ハイツさんがかましてないから、このトレーニングしてる風景みたいなのを1コマ目ちょっともうボケみたいなの書いてくれてんねん<ー>俳句大会に参加するぞっていうだけじゃなくて、もトレーニングしてるっていう。ああ、なるほどね。そうそうそう。はいはい、そこでもう言ったら動きでかましてるっていうのを、ああ、1コマ目から。からハイツとんもかましが足りひんと思ってんんオリジナルで出してくれてんねん。<laughs> だここにもう一魂しいけるかなっていう。うん。でもあとはもう完璧。もうめちゃくちゃいい。字も、字の感じもいいし。すげえなこれほんまにめっちゃいい。ちょっと自分のお仕事もしてくださいね、ちゃんと。月曜日にだってやって、これもう木曜日やからもうこの中数日でも書いてくれてるわけやからね。これ <laughs> ありがとうございます。ちょっと一号救済とかあるよ、普通お盆やったら <laughs> お盆休みがあって。ほんまに5分ぐらいで書けるかもしれない、下手したら。<laughs> <laughs> めっちゃ簡単なんかもしれない。<laughs> えー、ありがとうございます。えー、続きまして。熱いマサト師匠のコーナー。追いかけてこ、えー、<laughs> 生産者のガイルラゴリさんですね。この曲がおもろなってきとるわ。ええ曲な。えー、<laughs> ザ・セカンドの予選で、僅差で敗退するも、僕は勝ったと思っていますと言った、ザ・ボンチのマサト師匠は、花一問目で、マサト師匠が欲しいと言われても、僕は求められてないと思っていますと言って、自分のチームに居続けますから。え あ、そっちなんや。求められてると思うんじゃなくて。求められてないと思うんや。そうね。ストイックがね。まだ呼ばれてないと思ってます。<laughs> これに関してはうん。ああザ・セカンドは言ったと思ってんのに。これは求められてないと思う。<laughs> こっちのパターンもあるんやな。いやもう一回戦、ワン、ツー、スリーとかさ、始まってんねん、トップスリーとか。M1 ね。うん、YouTube で。これいい、食い込んできてるよ、世界。もう忘れてるて、みんな。<laughs> <laughs> ね、正人師匠がその、言ったと半次郎、炭治郎さんに。<laughs> いや、その、いやいや、その、郎さん。まあ、受けてたからな、どっちも。うん、でも、正人師匠、座ンさんも受けてたから、それはもう、それは、勝ったと思ってますもん、とも <laughs> 言うやろうって。炭郎さんも、久しぶりに、聞いたし、その。<laughs> これはまだありますからね。えー、まして、純粋な正さんのコーナー。 えー、兵庫県生産者のソーセージ職人さん。自分が MC の番組でマジシャンのマジックにスタッフが合図出してるやろうと言ってしまう純粋なトミーズマサさんは、プールやねんから泳いでええやろうと言ってギャルがプカプカ浮かぶナイトプールでバタフライはします <laughs> あ。どうかね。<laughs> どうやろうな。 見てええやろとか言うさぎ。そうそっちかもしれんな。うん。なるほど、水着やねんから何わかんない。プールやねんからええやろって。そうは、そういう服着とんやろそっちやな。うん。そう、触ったりせんよ。そんなんじゃないもちろん、もちろん、もちろん。もちろん、そない。うん。見て、そんな見ないほうがいいですよって言われても、見たほうがええやろとか、プールやねんからええやろっていうのが、わささ。それやな。ええそして、馬場隆のコーナー。よっいよー 愛知県生産者のプリスキンさん。え、はい、えー、小さんが食リポのロケ中に後ろの席のカップルが大喧嘩を始めると、修羅場隆ですけど喧嘩の原因は何ですかとカップルに突撃しますかえー、レポーター馬場ぼたかし。今日ね、ちょっと初めて言いましたけどね。あのー、ロケでね。関西の。ね、関西で初めて言いました。関西以外で。初めてあれ。俺、初めてともな。広島とか岡山で言ってたけど、馬場 <laughs> なるべく関西持ち帰らないなんけど。 ノールックで来たからさ、全く対応できへんわ。<laughs> あ、今日ラジオもあるしと思って、そういや、その言うんやったら、これは、みたいなさ、もうちょい貯めてやん。<laughs> <ー>この味は、とかさ、なんか言うなっていうのもなくてさ、はいはい、これは馬場たかしです、みたいな、もうめっちゃ早かったからさ、<laughs> 早い言いたいというかもう、<laughs> いや、その、言うで、みたいな空気を、その、まあなぁ、出さないと、むずか,かったなーやっぱり、やっぱりむずかった。扱いらんな。<laughs> っていうか、あのー、この、よいどんのロケで言うと、なん 個か食べて言う、何食品か食べて言う感じになるので、だそれがまずだ、どっか店とか行って、そこの店のおすすめ食べて一口食べて、おぉ、これは馬場たかしですやったらわかんないけど、うん、ワンプレートのやつを何個も食べて、一個ずつ言うわけにもい,いかし、馬場たかしですねっていう。最後総括でなんか言う感じになっちゃったから、うん、どれに対しての馬場たか,しかっていうのが、かかり方が回らなかった。<laughs> <laughs> うん、何を言う、何に対して言うてんのか。ちょっとまだ扱いきれへん。あ<ー>まあでも、徐々に言っていこうと思うので。いや、タいらんやろってまた言ってくれ、どっかで。いやいや、もうあれは、俺ほんまに、めっちゃ滑ると思ったから、それ言ったら。めっちゃヘラヘラしてたん知らんふりしちゃった。あ<ー> <laughs> いや、さ、ノールックで来たからで、ね。ああ、やこの味は、いや、この味は、みたいなさ、うん、なんか言うで、みたいな感じで。それ言ったら言ってくれた。高知いらんやろって。 いやでも俺はいつも, <laughs> いつも言うてるやつを言うんやなと思ってん。う <laughs>、ね、細かな手帳に掲載しますって<う>いやつそこで言うてたからね、いうん。いや,で<も>いや、それは無理無理。その急に、ノールックというかその、なんでも。でも馬場隆しって言うてる人です。あ、これ馬場隆しって言うてる。隆知いらんよないって無理か。無理無理無理。な、もんなんも言わんとこも、恥ずかしいから。そう <laughs> だったらまた戻そう、細、細かな手帳に。うん。ちょっと難しいね。普通の一口なんか食べてやったら言えんねけどな、なんかまだ。 難しい馬場しですって言った後もカメラに向かってちょっと止まるぐらいは先んとその,の、うん、残さなもうは難しい馬場しですって言ってもそのなこれ馬場隆ですねカメ,カメラさんもその泳った方がええのか何した方がええのかそれ定着したらいけるけどさ馬場高しですね<う>でシャキーみたいなそのテロップ出たら<う>ええけどそれまだ描けへんな <laughs> ちょっといろいろ送ってきてくれてるんですけどねまだちょっとまあストックしておきます一応そう修羅場隆とかも <laughs> えー、続きまして、心配性の大野さんのコーナー。心配ないえー、和歌山県生産者でも、袖村長さんですね。えー、漫才ブームのアクスターを150個持って行ってほしいと言っておつみさんに、ほんまにいりますかねと疑問を呈する心配性のマネージャー大野さんは、トミーズのケンさんに、スタジオにお水持って行きといてくれると言われて、ほんまに喉乾きますかねと疑問を呈しますから。<laughs> ちょっと失礼やな。失礼やな。喋ら喋りますそんな、<laughs> 水いるぐらい。いや持ってきといてよ。<laughs> えー、続きまして。ビ i v みたいやなのコーナー。<music> これも曲聴けるから言うてるみたいなとかあるからな。これはいいよね。これ曲聴きたいから。<music> 愛知県生産者ネもサンドさん。はい。えー、地面師たちを見て動物に乗っている登場人物をビ i v みたいやなといった小場さんは、 街で、ラルフ・ローレンのポロのシャツを着ている人を見て、これもヴィヴァンのグッズですかいいですね。<laughs> と話しかけますから。これいいね。あ、濃すぎるあ。何かに乗ってたらもう。れこれヴィヴァンのやつですかヴィヴァンのグッズって何やねん <laughs> そうや、あったかもしれんけど。あんなにみんなも持ってないのそのヴィヴァンのグッズですか <laughs> いいですね、これはね。えー、続きまして、新コーナー。採点するうつみさんのコーナー。 前回の話から東京都の生産者でも論より証拠の大来さん。うん、2014年6月17日に、僕今自転車に乗りながら、すれ違う人の顔を採点してますと SNS に投稿した内海さんは、うん、10年後の今、おもんなユ YouTuber を M1 チャンピオンが採点しますと投稿して炎上しますかこれ <laughs> <ー>と照らし合わせられたら終わりやな、これ。は無理やな。採点癖あるな、こいつ昔から言うてた。<で>って 前,前回なんか女性って言ってたけど、女性とは言ってなかったね、X の中で。のすれ違う人の顔を採点します。うすね、もう男女とも採点してた<ー>全人類採点してたらしいわ。<laughs> 早く動きながら、自転車で。何にも怒られてないわ。うん。偉<う>いもんで。んでなんかあった時のためのストックにまあされてるっていうことやな。別に、それは怒らへんよな。これは別にこの時点では。この人、何もしてないからっていうので。なんかなった時に、あ、これ2014年6月17に言ってたな。 そういう一面あったなっていう <laughs> とこで、まあ、ストックされてるということや怖いね。なあそんな悪いこともね、別にしてないですけどね。そう。そんな悪いことしてないですけどねのことばっかりやもんな。ほんまに。今言われてる、掘り起こされてるのって。それ、<ー>その流れでじゃないでしょうっていうことばっかりな気がしますわ。<laughs> なのでね。えー、以上ですね。 ではえは、ー、今日のベストコーナーうん VIVA みたいなのコーナーこれい、えー、ねえー、続きましてこちらいきたいと思います僕のサライ進路<桜>万象喜怒哀楽べての人が一つは持っているサライの話を紹介するコーナーですはい兵庫県生産者の玄米の原さんはい小学2年生の時習い事のスイミングでコーチが休みの日がありました 代わりのコーチは、生徒をモデルにしてお手本をたくさん見せるコーチだったのですが、なぜか毎回私が指名されていました。うん、コーチが私の手や体を持って、息継ぎなしで何メートルも泳ぐ見本をさせられたとき、コーチの説明が長く、私は息を止めるのに限界が来て、無理やり顔を上げてしまいました。うん、息継ぎなしの見本のところ、息継ぎをしてしまった私、次から私は指名されなくなりました。これが私のサライです。えー <laughs> 無理やろうこれはあるなあ確かにスイミングあるあるかもしれないですね<ー>そうこれじゃあ誰々やってって言われて前出されてでやらされてでそこからじゃあホンにやろうってなってもう一回その俺もそういう時あったけどもう一回やってるからっていう一周やってるのにもう一回じゃあこれのふうにやってくださいって言われてもう二回目一人二回目になってるっていうしんどいねしんどいっていうあとなんか先生がこうレーンの真ん中に立って 2 5ルやったら間の1 0ルちょいぐらいの通り先生が当たってよ意いパーンってこう水面を叩いて手をスタートとしてよ意いパチーンみたいなでそれで行くみたいなのあったけどその先生が手引っ張ってくれる時と手引っ張ってくれへん時あったなっていうその引っ張ってくれたら間ブーンってスピードアップするのになんかすかされて反対側の方のレーン行ってる時とか しんどくしのっていう。<laughs> あれ、だから、詰まってる時じゃあ後ろの人が。なんか、スーンってこう引っ張ってくれて、ブーンってこう、行けるときと、あ,<ー>あ,あ、行けっていあ,あ、行かれへんかったっていう時もあったなっていう、僕のさらいがありました、それが。<laughs> えー、続きまして、高知県の生産者の母ちゃんマンさんですね。はい。 えー、これは私の次女が保育園に行っていた頃の話です。娘の保育園の運動会の練習が始まった時、体操服で行かなくてはいけないことに朝気づきました。しかもその体操服は兄のお下がりでした。背中にはしっかりと翔太と兄の名前のゼッケンが縫い付けてありました。<う>忙しい朝のこと、今からゼッケンを付け替える時間はありません。時間は過ぎていくばかり。そこで私はペンを手に取り、そのゼッケンに、の妹と書き足しました。 <laughs> 娘の背中には「翔太の妹」の文字が <laughs> 娘はご機嫌保育園の先生もその体操服を見て確かにと言いました、うん、これが私のスマイです <laughs> へえ<ー>母の起点すごいね <laughs> 妹 <laughs> まあ、喜んでたいなとんちみたいな一休、うん、さんみたいな話やねん翔太の妹まあまあまあ娘はご機嫌とよかったね確かになうそれ翔太が使う時はどうするんのすそれ まあ、もう、下がりやから、なんだろうな。もう、翔太は来てないんじゃん。学校、小学校とか上がってるとか。翔太<ー>の妹。いいよね。いい。後で、娘さんが大きなってこう見たら、何よこれってなるやうな。ほなんしてたのっていう。やな。やめてよ。やめてよ, <laughs> めてよってなるやな。安いやろうね。いいですよね。<ー>えー、青森県生産者でもプリケツさん。これ男性の方ですね。はい。えー、これは私が幼稚園の頃の話です。 活発な女子5人組が男子を捕まえてほっぺたにキスをするというのが流行っていました<ん>その5人の中に好きな子がいた私はわざとその子に捕まりやめろと言いながらもキスしてもらいました <laughs> これが私のサライです不意欠やな不意欠やなこれは <laughs> やめろ <laughs> 言うてえ<ー> <laughs> やめろーわざと遅く走ってたよしな逃げるのも <laughs> 捕まりやすいその子あその子の方に捕まりやすいようにキスじゃないけどなんかあったな,なんかあの占いみたいな相性占いみたいなさ<ー>名前をなんか数字化してなんか足していってなんでなんか俺と女の子の占ったみたいな時に知りたかったけど やめろやーっつって追いかけたな <laughs> 追いかけた <laughs>、うん、追いかけてそのああ<ー> <laughs> やらさんようにしたってことうん裏 <laughs> なんでえってえってって言いながらその裏なえっていうスピードで <laughs> プリケツや <laughs> プリケツと一緒のことして <laughs> <laughs>、うん、みんなプリケツよ <laughs> プリケツやなえーーえー、以上ですがねえー、僕のサライでは皆さんからのメールをお待ちしています懸命にサライと書いて送ってください さあ、エンディングです。番組では無限にあるコーナーへのメール、テレビやライブの感想、質問もお待ちしております。宛先は boy、boy.abc.1008.com、boy.abc.1008.com です。メッセージを紹介した方の中から、抽選で新刊バッジ、うちはステッカーをプレゼントします。番組 X もやっております。感想は、ハッシュタグ、ボンカタとつけて、ポストしてください。お願いします。ますじゃあね、ココアンドナナさんの、 お前、長年の疑問が解けてよかったそうね解決してよかった何でも聞いてくださいね小カ・ナさんほんまに引っかかることあったら <laughs> 分からんまま来てんのが<う>一番い小いコさんには何でも言いますから<ー>ほんまにそんなんもう気にせず船乗ってください <laughs> そうだよな自分でこかんと確かにでも後半ねだから生産者ネームってシャドウ全部言ってたけど、うん、後半はもう寝てる可能性はありますね <laughs> <laughs> 前半だけかもしれないだから,からコーナーはもう聞いてないかもしれないすみませんちょっとうそういうことがないようにしていきます皆さんもね今思うことあったら、はい、どしどし送ってくださいということで以上お送りしましたのはミルクボーイツミとままでミたさようなら,らこの番組は「WeDriveDreams 大和物流」がお送りしました、oh,